さあやっていきましょう。結構仲間ボロボロだけど、あ、これ何？宝箱。あ、メディシール。ん？え、はい、入らん。もうどんだけ持つ？持ちすぎじゃね？え、でも持って。モンスターの力を引き出すみたいな魔法あるやん。あれだよね、魔法ってなんかいっぱいセットできたはずなんだけど、できてねえの。あれね、なんかさ、オーダーかなんかで、なんか仲間のなんか魔法2個追加でさ、打てるようになるやつあったよね。どうしよう、免許かな、免許じゃないの、お店でもないな、開発新武器庫開発でもないな。その他アビリティ力増加きた。え、どうやって切り替えるんだっけ。ちょっと一旦装備してみようか。ここにメディシールが封印を呼びながら、別にいらんってことは、こっちにペットのこれが住人でしょ。モンスターの力を引き出す、特別な攻撃を繰り出す。いや、ぶっちゃけあれだな、こっちでいいな。ステップのところがあって、これでこれとこれを、あれ、これ待って、なんかどっちか片方しか乗らん、もしかして。これでなんか攻撃力とかなんか上がったって思うしかないよね。思っとこ。え、どっちが優先されとるんだろう。わかんな。なんか、こいつ無視しよう。めんどくさいな。ちょっと待って、これ。さっきなんか、ん？ここ来たけどさ、ここ来てここ開けてどうなるん？どっか閉まっとるとこなんかあったっけ？危ない。こっちは硬えな。あれ、ちょっと待ってね、ここ開けるために、え、あれって俺さ、すいませんよね、どこかから入るための何かがあるでしょ。あれでも俺昨日ここ全部回ったよね。ビュービュービュー、なんかここら辺行けたりとかある？ないの？あっ、え？ここないよね。来たぞ、おい、いよいよ、また始まったって、あの、わけわからん、え、あれ壊すとかじゃないよね、あれ壊すとか。ちょっと、まあ一応この位置から届くからやってみるか。意味ないな。え、なんかスイッチ湧いたけど、え、でも絶対これじゃないよね。どこ行けそうかな。このマップ見る限りだと、でも左側のさ、毒のところってさ、なんか何もなさそうじゃない、正直。あれかな。ちょっと一応ちょっとこの魔人バールのところをしっかり見ようか。何もないね。でもめっちゃ防御力上がったな。魔人バールのとこ何もないってことは、もう毒のところしかないよ。あ、ごめん、あ、いつも忘れるわ。まあ毒状態だからいいんだけど。
え、なんか UFO に行くかって言うようなってさ、もうくまなく見てこう。また始まったって、このあいつらのさ、気候が。あ、こっち行けたナイスすぎ。さっき言っといてほしいよね、客室がありますって。じゃあもうすぐボスじゃね、わからん、ちょっと一旦入って出よう。やばいよこれ。入って、オッケー、来た来た来た。え、てか待って、ねえ、おいみんな、これ来ただろ。これさ、あの、ほら、あれ待って、俺釣り竿持っとる。ちょ一回帰るわ。いやみんなやばいぞ、これ。歌の小瓶属性状態ん状態以上全部 90% みたいな素材で、あ、もう入った、来たわ、あ、来た、もう終わったわ、もう俺の留学生で終わりだよ普通に。さよなら。どこ、俺の釣り竿どこ、あった。いやみんな俺の留学終わったわ普通に。これもうあの歌の小瓶落としてくれるやつ出てきたら、もうあの最強武器しか作れんから。あ、終わったわ普通に。始まってもないわ多分。ただ勝てるかどうかだ。俺タリスマン装備してるおかげで、これ目尽くし攻撃はずるくない。でもいいよいいよ、面白いじゃん。うん、お前面白いじゃんって感じだわ今。即死攻撃使ってくんのは普通にずるじゃないね。さすがに、さすがにタラバガニじゃない。ただいけるよ。ほらどいたどいた、のいたのいた。もう全然痛くない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 、いけ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 、あ、やばいやばい、即死やめて、マジ即死やめて、マジでやめて、危なすぎるな、危ない。ここでちゃんと忘れんようにね。で、出た、今出たんに、出たんに出てないと思って、あの何だかしらけどいつもの癖で戻っちゃった。これってさ、今釣ったら無理、無理だね、やばい。まあでも、もう出ることが分かったから、これでタリスマン装備して、ここで怒らせれば、やばいやばいやばい、オッケー、ここからここからだよ。あ、ね、落ちんかったね今、落ちるまでやらんとあかん。歌の小瓶はマジで、あ、お菓子壊れてるから、これだけはやらんといて。てか待って、俺今さ、俺あれじゃね、幸せの指輪つけてなくなかった、愚か者じゃん俺、ね、愚かな人って書いて、オロンチュじゃん、オロンチュで、ここでオロンチュは二度の間違いを犯さない。ここから落ちるかどうか、落ちてない。これ繰り返すんよみんな、やるんだぞちゃんと。で、釣り竿持ってきとかんと落ちたアイテム回収できんからな。で、ここでなんかザク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 、痛いけど大丈夫。で、ここで幸せの指は来い、はい、オッケー、来ちゃー、
はい、幸せの小瓶効果こんな感じ。毒 10%、 封印 10%、 麻痺 10%、 睡眠 10%、 疲労 10%、 病気 10%、 気絶 1%。 これ気絶っていうのが即死攻撃だね。でこれをこれで武器を作ることによってもうあのえらいことになる、もうえらいことになる、本当にこれマジでえらい。てかもうさ、ちょ次回さあれするわ、もうあの次回ちょっと武器、最強の武器作ります。普通にあ、こんなに、あ、一本書いてくる、もう今日ここで終わる。